私もですね、こちらの会場をね、司会進行いたします。どうも、郷ひろみです。よろしくお願いします。パラッパラの、はい、言い直しをしません、はい、あ、うっちゃんです。よろしくお願いします。神明と花江です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ありがとうございます。さあ、そして今日は手話通訳も入ります、はい、手話通訳さん、私たちの小ネタもいちいち拾ってくれるという、どこまでやってくれるかというものだと思います。はい、はい、そしてバック演奏は2組の皆さんです。よろしくお願いします。さあ、大会宣言の号砲の後に一斉に林がスタートして、バケットたちもやってきます、はい、さあ、いよいよですね。日本の、それではご来賓の皆様ご紹介いたしましょう、青森市長小野寺明彦様、青森商工会議所会頭若井圭一郎様、青森県観光公弁商協会会長奈良秀典様です。本日ありがとうございます。さあ、それではですね、お時間になりましたので早速始めていきたいと思います。まずはその皆様のご来賓を代表いたしまして、挨拶を頂戴したいと思います。青森市長小野寺明彦様、お願いいたします。皆さん、こんばんは。青森市長小野寺明彦でございます。今日はたくさんお集まりをいただきました。ありがとうございます。司会の郷ひろみさんもありがとうございます。今年もいよいよ2018年青森ねぶた祭り前夜祭開会にあたり、一言ご挨拶申し上げます。あった2日から7日まで6日間ねぶた祭り、いよいよ始まってまいります。今年の前夜祭、毎年恒例でございますが、出陣間近の大型ねぶた、もうすでに小屋の中で火を灯し、ご披露の準備、今かと待っております。また前ねぶたの展示も今年見ていただいております。ぜひ前夜祭ならではの雰囲気をお楽しみいただきたいと思います。また先ほどご紹介ありましたこのステージ、お囃子のコンテストがメインイベントになりますが、もちろんこの後今年のミスねぶたのご紹介、さらにはねぶた師の皆様一堂に会する前夜祭ならではの感謝企画もございます。さらに観光大使でも、青森市の観光大使でもありますブルー東京のパフォーマンス、今年も用意いただいております。ぜひ最後までお楽しみいただきたいと思います。まずもってここまで準備していただきました各運行団体の皆様、ねぶた師の皆様はじめ関係者の皆様に心から感謝申し上げますとともに、明日からのねぶた祭り、どうか前夜祭で大いに盛り上げていただきますよう心からお願いして、主催団体の一人としてご挨拶申し上げます。今年も盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それではいよいよです、開会宣言を行います。この宣言と同時にお囃子が始まりまして、バケットの皆さんの共演ランプが始まります。皆さん、8月この最初のラスラ景気よくいきましょう。では開会宣言は青森ねぶた運行団体協議会会長渡辺俊二を代理いたしまして、若井義晴副会長が行います。皆さん、こんばんは。去年のねぶた祭りは全部の日が晴れました。今日こういう非常に天候に恵まれましたけども、皆様の心がけだと思います。それでは平成30年青森ねぶた祭り前夜祭を開会宣言いたします。皆様、ご協力お願いします。
ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、バケットの皆さん賑やかですね。今日もまた驚々しい感じで登場していただきましたね。なんか年々パワーアップしていくような気がするんですけど、はい、バケット保存会の皆さん、さすがですね。さすがです。はい、はい、こちらの方エルビスさんですね。エルビス時さんですか。違うですね。時ではないな。はい、ではない。はい、さ、はい、こんにちは。すいません。こんにちは。さあ、今年のバケットの皆さん、どうですか。もう最高潮に盛り上がってます。それと、今年親子3代で出てる方がいます。親子3代。一番上は86歳。こちらのピエロさん、はい、すごい、86歳。で、その2番目はちょっと隠してるんだけど、60歳。どこですか。息子さん、娘さん。並んでるんだ、はい、そして3番目は26歳。あ、ここ3つ、ここ3つだって。そうなの、すごい、すごいな。いや、ちょっと頑張れば4台いけんじゃないですか、ね、お話をお伺いしたいですね。はいはい、はい、おばあちゃん、お母さんから引き継いでこのバケットになるっていうのは小さい頃から意識していた。そこおばあちゃんじゃねえよ。おばあちゃん真ん中だからね。おばあちゃん真ん中です。私は2歳からバケットやってます。2歳から正直お母さんのこの姿どうかなって思う時はないですか。思春期の時はもちろん嫌だったんですけどやってみたら結構ハマっちゃった。あー、やっぱり子供のついた時からバケットやってるんでハマっちゃいましたね。いや、生まれた時からね、ウィアーでもうバケットだったらびっくりしますけどね。たまらないですよね。こうまたいつもと違う自分になれてね。あ、もし次ね、お子さんができたらどうします。4代目。あ、4代目もちろん赤ちゃんとか抱っこしながらバケットを跳ねようかな。なるほど、楽しみだね。おばあちゃん、いいですね、お孫さんと一緒にバケット。はい、親子3代。あ、素晴らしいです。素晴らしい。そして下の皆さん、はい、ステージ下の皆さんもいじらないわけにはいかないですよね。はい、はい、いや、楽しい。変なのがありますね。もうなんて言ったらいいか分かりませんけど、とにかくこの、はい、あの青森ねぶた祭りにはですね、このバケットの皆さんは欠かせないわけですから。そうそうそう、はい、絶対いないと寂しいんです。逆にね、笑ってもらってなんぼですもんね。そうですね。大体どのあたりに出陣する予定ですか。先頭先駆け大根のあたりにちょろちょろ動いてはいますけど、はい、皆さん、今日のバケットも明日になるとまた変わってるかもしれないので、七色に変わるかもしれない。今回は月光仮面もいますので、ね、月光仮面ね、あ、そうですね、ねぶたにも。ぜひ皆さん、これからでもバケットやりたいっていう方がいたら、ぜひ明日からでも参加できますので、ご一報いただければ、はい、お待ちしております。すぐできます。すぐできます。はい、はいはい、ありがとうございます。それでは、7日までどうぞバケットで盛り上げてくださいますように。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バケットの皆さんです。普通に話をするのもなんだかね、はい、では、はい、続きまして、今年のねぶた祭りの顔として PR してくださいます、はい、2018ミスねぶた3人のお嬢さんを紹介しましょう。さあ、どうぞ。はい、どうぞ。はい、皆さん拍手。ご紹介しましょう。中央にいらっしゃるのがミスねぶたグランプリ野里美桜さんです。よろしくお願いします。そしてミスねぶた萩野美優さん織立咲希さんです。中城の方が賑やかですね。まあ、後ほどなぜ賑やかが、はい、なっていうのは後ほどお伝えしたいと思いますけど、はい、まずは、はい、ミスねぶたグランプリの野里美桜さん、青森市の出身で現在東京の大学に通っていらっしゃる4年生だそうです、はい、まずはミスグランプリになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。グランプリになった瞬間っていうのはどんな気持ちでしたか。いや、本当に嬉しかったです。私3度目だったので、受けたのが3度目だったので、本
ために頑張ってきたところが4つに加われたなと思いました。3度目の正直ということで、2度あることは3度あると思わなかったんですか？ちょっと頭が悪いのか、ちょっとつぼしで受けに行ってしまいました。よかったですね。そこまでしてやりたいな、なりたいなっていう強い思いってどんなところからですか？はい、私はこの近くで育っていて、ねぶたを毎年毎日見ていたので、あとお囃子にも参加させていただいていたので、どうしてもオープンカーに憧れがあったんですね。なのでぜひと思いました。この近くということはその海のことなんですか？そうですね、ちょっと反対でしょ、近くもうちょっと近くの方でしょ、はい、本当にこの辺だったんですね。そうですね。なるほど、生まれ育った、そしてこのステージに今立ってるわけですね。はい、今日家族の方いらっしゃいますかね？はい、あ、今手挙げてくれどこですか？野里さん家のご一行様。あ、正面正面。あー、はい、いやー、よかったですね。実はですね、さっき聞いたらこの辺で野里さんって2軒ぐらいしかないらしいんですね。はい、多分その1軒、もう1軒はね、多分僕の同級生だと思います、ね、どうでもいいんじゃん。多分野里康夫君っていうんですけどね。あ、はい、知ってる、ね、小学校、中学校ずっと一緒でした。さすが長島界隈、情報が。はい、ありがとうございます。野里美桜さんです。そして萩野美優さん、八戸市のご出身、現在明戸市短期大学に通われているそうです。今回ミスねぶたに応募しようと思ったのはどんな思いからですか？学校の学長先生などの勧めもあり、学校でクルーズ船からいらっしゃった外国人のお客様にねぶた祭りを紹介して、もっと魅力を伝えたいなという思いから応募させていただきました。外国人の方に PR したんですか？はい、クルーズ船でいらっしゃった外国人のお客様に英語で魅力を伝えることもしました。英語で伝えたんですか？なんかコンテストの時に何か、外国語でアピールしてくださいっていうのにも流暢に答えられたそうで、クルーズ船、はい、いますよ。いますかね。じゃあクルーズ船のお客さんが来たと仮定して、はい、あー、ビューティフォール、はい、降りてきました、はい、お願いします。じゃあ PR、 はい、はい、わー、ワンダフル、ショッピングディー、ショッピングディー、ショッピングディー、うん、ごめん、俺が悪かった。僕が悪かった、申し訳ない。例えば外国の方にねぶたの魅力、楽しさを伝えるとしたらどんな風に？ねぶた祭り in Japan is attractive with a gigantic cross that fun with a ちなみに英語でねぶたの羽の羽とのラッセララッセラってなんて言うんですか？英語でラッセラって同じくラッセララッセラだと思います。ですよね。真面目に答えなくていいですから。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。萩野美優さんです。はい、はい、もう一方、織舘沙紀さんです。青森市のご出身で現在東京で劇団に所属する女優さんだそうです。劇団員、すごいですね。今そこに入って何年目ぐらいなんですか？今そこに入って2年目。2年、まだじゃあ修行中なんですか？デビューはまだ？デビューなんかこうどっかにも舞台とかも出て、舞台とあと映画に出させていただいて。映画？ちなみに何という映画ですか？アジンっていう映画パート、どん天に笑うっていう映画に。どん天に笑う、あ、知ってる、すごい、はい、なるほど、すごいな。いつか花開いて、はい、何かアカデミー賞とか取るときには、はい、今日の日のことを覚えていてくださいね。いや、すごい。ちなみに、ちなみになんかさっき、はい、なんかすごかったじゃないですか、後ろから。後ろの方でね、後ろの林方の方がキャーとか、はいはい、ハーとかと林が入りましたけど、はい、というのも、はい、私は、小学校1年生の時から、日立の林方外流会で鐘をやっておりまして。すごい ね、 ね。で、林のコンテストでも入賞したんですね。はい、高校3年生の時に前夜祭での林のコンテスト鐘の部で、優秀賞をいただきました。おめでとう。素晴らしい、素晴らしい。ということで、私たちはこの舞台で再会ということになって、おじさんとおばさんと再会ですね。バイバイになって自分で言っちゃいましたね、おばさんね。そうですか。じゃあ、ね、林方から今度はこのミスになって、まあね、同じねぶたに参加するのもいろんなこう目線が今度変わってきますね。はい、
思ってくださいね。ありがとうございます。そしたらもう海流会の皆さん、この大勢でね応援に来るのは当たり前ですもんね。はい、じゃあ今日はね、林の演奏も加わりたいでしょうけれど、ミスネベタとしてのお仕事をお願いいたします。さあ、明日からオープンカーに乗ってパレードの先頭を切るわけですけれど、みんなに手を振る、はい、一足お先に今日のお客様にその笑顔を振りまいていただきましょう。いいですか、大体習ったんでしょ、手の振り方。習ってない、習ってない、多分こんな感じで親指は中に入れて、本当あまり肘を動かさないで上だけに。じゃあ笑顔、じゃあまずこの右半分、右半分、はい、右半分、はい、皆さん行きますよ、はい、少し斜めにいて、はい、じゃああちらに向かって、はい、それでは、はい、手を振ってください。かわいい、かわいい、はい、はい、じゃあ今度こっち来た、こっち、じゃあこっち、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 こっち側ね、こっち側の皆さん、はい、いいですか、はい、せーの。あのオレンジの皆さんがね、我が娘のように眼差しを向けて、はいはいはい、じゃあせっかくですが、ここ、ここ少し見えてますか、こっち、はい、ここ、あ、後ろの方、はい、はい、せーの、ね、はい、はい、ありがとうございます。こっち無視、こっち無視、向こうもちょっと見ましょうね、はい、じゃああちらに向かって、はい、せーの、はい、はい、ガリカルガさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。明日からのパレードをねぶた祭りの顔として頑張っていただきましょう、はい、では最後にミスグランプリから皆様にメッセージがあります。はい、明日から行われます青森ねぶた祭りは、私のようなタレントの清掃衣装を着ていただけますと、どなた様でも参加していただけますお祭りです。私と一緒に正しい服装で青森ねぶた祭りを盛り上げましょう。どうぞよろしくお願いいたします。ミスねぶたグランプリ、野里美代さん、ミスねぶた海野美優さん、織田手咲さんでした。はい、今日からねぶた祭りよろしくお願いします。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、皆さん大きな拍手でご声援お願いいたします。ただもうこの後からもミスねぶたの仕事が始まりますからね。はい、よろしくお願いします。はい、では一旦、可愛らしいですね、3人ともね、カバちゃんも1回はミスねぶたになってみたかったんじゃないですか。そうですね、